どうもチーム死刑団の金子です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。画像出てると思いますが、今度人物写真の写真集、このメインの画像とあと何冊かまとめて通販させていただきたく準備中です。メインの、写真集のメイキングや解説動画、の関連動画の再生リストカードが概要欄に、ありますので、ぜひご覧ください。あと背景に使ってる写真はインスタグラムで毎日更新しているものです。まあ、今回は、ちょっとテーマに合わせて、イタリア初めて行った時のちょっと写真にしてるんですけど、よかったら、チャンネルページとか概要欄にリンクありますので、ぜひフォローしていただけると本当に嬉しいです。ということで今回は久々に Vlog になりますが、イタリア人にピザ食わせてみたということで、動画の後半に Vlog 入るんですけど、もう疲労困憊でちょっと急に決めた企画っていうか予定だったんで、ほんと適当でね、全体的に撮れ高として微妙かなと思ったので、僕とイタリア絡みの、関連性のちょっと話をちょっとついでにできればなと思って、ちょっと聞いてください。Vlog だけ見ていただいてもね、チャプターつけてるんでいいんですけどまあね、それだけだと逆にあれなんで、僕は、初めてね、イタリアというかヨーロッパに初めて旅行したのが、もうこれ結構ネタにしてるんですけど、パンデミックのね、あの直前、1週間前に、ほんと偶然なんですけどね、あのまだ、2019年の年末に、計画立てたんですけど、その時はね、ほんと中国から発生したじゃないですか。でそれぐらいでなんかあの SARS とかそんな感じなのかな、SARS もね大変だったみたいなんですけどね、あの今思えばなんですけど、それぐらいのニュアンスで、まさかねあのあとあんなことになるとはみたいな状態の時で、で、年明けぐらいに日本でちょっと騒がれ出して、で、いろいろね、あのアジア人差別とか、あの感染拡大してないヨーロッパとか、アメリカのあたりとかだとってなってたんですけど、僕があの2月末に、行ってきたんですけど、本当はね、ちょっとイスラエルに行こうかなと思ってて、今思えばね、本当行っとけばよかったんですけど、ちょっとそれも入国がね、日本人と韓国人が出発当日に入国禁止になってみたいなので、よかったら、カードとか概要欄にその時のあの Vlog、撮ってるんで、ちょっとまだこれね完結してなくて、ちょっと折り返し地点ぐらいで止まっちゃってるんですけど、これ収益化できたらちゃんと動画は撮ってあるんで、改めて編集しようかなと思ってるんですけど、感情的にはね生々しい記録になってると思うんで、ぜひ今見るとまた面白いんじゃないかなと思うので、ご覧ください。結局その2年後に、ヨーロッパちょっと回ることになるんですけど、その前にちょっと下見じゃないけど、初めてねヨーロッパちょっと行っとくかみたいなので、比較的イスラエルから行きやすい、あの先にあのイタリアにねちょっと行ってからあの移動しようみたいな感じで計画を立てていて、で結局イタリアにずっと1週間ちょいぐらい、滞在してたっていう形になるんですけど、ジョジョの第5部が僕結構好きで、好きな映画のロケ地になってるんで、死ぬまでに行きたいのはパリとかだったんですけど、これはまた改めてねちゃんと仕切り直して、いければなっていうので、国単位では本当にあの綺麗な景色とか歴史を感じられる国なのかなって印象があったんで、一番憧れてたイタリア、国単位ではねイタリアに最初にちょっと行ってみようっていうので、で今だとたまにね Vlog とかもあのちょこちょこ日本に来てるんで、映ってくれてるダビレっていう有吉さんの番組とか、今や結構ねイタリア好きな日本人には有名な YouTuber、 本当日本が好きで完全に日本語で日本人向けに YouTube イタリアから発信してる頭おかしい友達がいるんですけど、いろんな情報を漁ってる時にね、でちょうどその時日本人アジア人が結構差別されてるみたいなで、行ったら危ないぞみたいな観光とかでねって言われてた時期だったんで、そういうのも含めてちょっと調べてみたら、彼本当にね親切な感じで全然大丈夫ですよみたいな、発信していて、大丈夫そうかなと思ったんで、やっぱりイタリア行こうみたいないうので計画を立てて、でせっかくだから、当時はねすでに結構それなりにチャンネル登録いたんですけど、俺なんかもっとねゴミみたいなの YouTuber だったんですけど、ワンチャンなんか一緒にコラボできるかなと思ってコンタクトを取ったら、本当に親切にすぐ返してくれて、でローマの人なんですけど、ローマをちょっとね案内してもらって、当初はね2日間だけの予定だったんで、それで、イスラエルに行こうと思ったらっていうので、結局ずっとイタリアにいなきゃいけなくなって、結果的に本当それはそれですごく良かったんですけど、で彼もね当時は観光のガイド的なことをしてたんで、今はね、
あの別の Vlog でも話してるんですけど、観光客向けにあの記念写真とか、あと新婚旅行とか、そういう向けにあのフォトグラファーとして活動してたりするんで、よかったらぜひね、あの彼のチャンネルのリンクあの貼っとくんで、ぜひ連絡してみてください、興味ある人はね。でここまで話しといて、今回映ってくれるのは、そのダビデの、友達というか紹介してもらったロレンツォっていう、あのこれはね本当にドキュメンタリーの、まあ、監督で、自分でねもう俺より本当に一回りぐらい若いのに、もう会社もね立派に、作って、今度スタジオも新しく作るって、もう終わったのかなって言ってましたけど、別所哲也さんの、ショートショートってあの短編映画の、映画祭ね、結構ずいぶん前から僕が本当にちゃんと活動してた時からやってて、今でもちゃんと続いててね、規模もちゃんとしてすごいと思うんですけど、それの去年のドキュメンタリー部門に入選して、その時にあの通訳でねダビデが頼まれて一緒に、来日して、その時に紹介してもらって、そこから結構仲良く、させてもらってるんですけど、彼本当に日本にもうね2桁回数以上結構来ていて、撮影だけじゃなくて普通に観光に、来てたりとかで、一番ねでっかいのはその、気仙沼、あの震災の、被災地のドキュメンタリーをね、あの恋っていう、今多分アマプラでまだ見れると思うんですけど、よかったらねあのチェックして、もらえればと思うんですけど、本当にね日本人だと絶対撮れないなって見てもらえればわかると思うんですけどね、まあ日本のマスコミのなんかもうちょっと手たらくっていうか、そういうのも感じられるような、本当にすごい映画なんですけど、それがアマプラで見れたりとかで、前に来た時も、その続編みたいなのも撮影して、まあいろいろコンペとか出してると思うんですけどね、やっぱり日本だと、まあ他の国もどうなのかな、少なくとも日本ではなかなかこうね、あの対策系じゃないとなかなかもう劇場にかけてもらえないとか、多分そういうね、僕の頃もそうでしたけどになっていたりとか、それに輪をかけてドキュメンタリーなんでね、なかなかこう何かしら賞に最低でも引っかからないと、普通に劇場でかけるっていうのは、なかなか難しいのかな、そういうニュアンスを汲み取ったんですけど、その現地被災地の方で、まあ、プレミア上映されてたみたいで、まだ、公開されてないんでまだ僕見れてないんですけど、まあ、なんか引っかかってね、ぜひ劇場とかで見たいなとは思いつつも、あとなんかね、あの僕も紹介してもらって知り合い、友達のバンドのドキュメンタリーもこれもまだ未公開かなっていうので、でも本当にもうすごい、いいやつで、もう全然俺なんかよりもね、仕事の規模とかそういう経済面で見たら全然ね立派にちゃんとやってるのに、全然普通に楽しく接してくれて、イタリア勢ダビデもそうなんですけど、僕結構ありがたいことに結構たまにインスタとかで外国人の人からね DM とかもらったりとかで、まあそういうレベルでは結構つながってる人多くて、そのうちの、まあ、何人かがねたまに連絡をくれて、日本に来るんだけどよかったら撮影しませんかみたいな言ってもらったりとか、して、まあ、インスタ見てもらえればたまに外国人の人、映ってると思うんですけど、本当に、ありがたいんですけど、まあ単純にね、来日する回数が彼らは多いっていうのもあるんですけど、でも毎回来るたびに声かけてくれて本当に嬉しいなっていうので、でイタリア人の印象としては世代間でまたちょっと違う、若い人はなんか日本人みたいになんか装飾化してるとか結構いろいろ価値観も違ってきてるらしいんですけど、本当に仲間意識とか地元とか家族とかそういう、まあ、つながりを日本よりは少なくとも、まあ、日本がちょっとドライすぎるのかなっていう感じはあるんですけど、大事にしてる、国民性なのかなっていうのはあります。日本人の典型的なイメージってなんかそのジローラモさんみたいな感じ、いまだに多分そうじゃないですかね。サッカー選手以外だと一番有名なイタリア人ってジローラモさんですよね、多分ね。まあいうイメージが、でそれ話してるともう彼らジローラも知らないし、そうめっちゃ笑ってましたけど、違う違うみたいな言ってましたけど、まあ本当にでも彼らは日本のアニメとかをねそういうのも大好きだし、どっちかっていうと、まあ、ナードっていうとちょっとあれですけどね、そんなにこうイケイケじゃない方の類、方の人たちだと思うんですけど、日本でいうと海沿いに住んでるとか神奈川とか地元愛強いなって、そういう感じに近いのかなっていうのはやっぱありますね。で最近ちょっと聞いた話だと、イタリアもまあ日本に負けず劣らず結構経済ね、まあヨーロッパね結構ドイツとか調子いいところ以外は結構みんなそうみたいなんですけど、スペインとかもね、
まあ、経済厳しいみたいで、やっぱり給料も上がんないんで、まあ、彼らはね、まあ、僕らと違って英語ができるんで、アメリカだったりとか、あのロンドンとか稼げるところに出稼ぎ行く若者が増えちゃってるみたいな、いう若者がちょっと離れてるみたいな、なんかそういうの聞いてて、実際それどうなのってこの前会った時聞いてみたんです、この Vlog のね、あの前後で。そしたら、まあ確かに、まあ実際ね、一人ロンドンに今出稼ぎっていうか、まあちょっと移住して、で10年ぐらい働いてるのもいたんですけど、まあでも彼はもうすぐにイタリアにね、また戻るって、地元に帰るって言ってて、でまあそのロレンツォとかダビデもそうなんですけど、まあ日本に来なよって、特にダビデなんかね、日本で結構タレントっぽくね、多少たまにやってたりもするんで、ね、日本で来れば結構仕事あるんじゃないの、行ったこともあるんですけど、毎回言うのはね、彼も本当に日本好きだと思うんですけど、でもやっぱり、住むのは全然もうイタリアじゃないとみたいな、自分の国を愛してるっていうか、本当愛国心あるなっていうのを本当に感じるし、ロレンツォとかも実際普通にイタリアを拠点にずっとやってますしね、若いけど、だったりとか、まあその話聞いた時に、まあ確かに出稼ぎ行く人間はね、それなりにいるけど、でもみんなね、結局帰ってくるんだよって、やっぱりイタリアじゃないと、自分のね、ふるさとじゃないと一生は住めない、仲間とか家族がいるからねみたいな言っていてね、それはみんな言っていて、4人出てくるんですけど、みんな言っていて、日本人はね、愛国心っていうちょっとね大げさですけど、そういうの多分擦れてるなって僕は肌感で感じるんですけど、どうですかね皆さんね、よかったらなんかそういう印象とかコメントをね書いていただければと思うんですけど、もちろん観光客として2回行ったんですけど、その後ねナポリにも行ったんですけど、その2年後にね、ぐるっと回るときに、あとはそのエアビー借りたときに日本人のオーナーの方のところにもお世話になってたんで、まあそういう方に話を聞いても、やっぱり日本人のそのね移民っていうか行く人っていうのは、まあ経済的な理由以外で日本と合わない、そう、まあ良くも悪くもね、日本っぽい、わかりますかね、その日本っぽさみたいなのがちょっと合わなくて外に出てる人も結構多いような印象を受けるんで、全然その辺はなんかやっぱ違うなと個人的には感じますけど、まだまだねちょっと浅い、住んでるわけじゃないのでね、まあそういう肌感ですけど、どうですかねっていうのですいません、本編よりダラダラ喋ったんですけど、もうほんと完全に Vlog の部分おまけ的になっちゃうんですけど、まあざーっとね、でちなみに連れてったのは、僕が本当ね、僕ピザにわかですよ、そんなにもうグルメとかじゃないんですけど、今まで食べたピザの中で一番うまいね、早稲田にある、結構明治からやってる、まあ知ってる人は、まあ、知ってると思うんですけど、高田牧舎さんっていう、すごいね、接客もなんかすごい、優しくしてくれて、予約とかで前行った時ご迷惑もおかけしちゃったんですけど、すごい親切に対応していただいて、すごい美味しいんでおすすめなんで、ぜひ行ってみてください。本当はねサイゼリア連れてったみたいな動画やりたかったんですけど、それダビデがねショート動画でバズっちゃってたんで、パクってるみたいで嫌だったんで、逆にね僕の中のマイベストのピザ食わせたらどういう感想を抱くのかなみたいなので、ちょっと、連れてってみたので、ぜひご覧ください。ロレンツォは前に出てきてくれました、ね、で、ルードビーコ、ロードビーコ、ルードビーコ、難しい名前で、ファブリッツィオ、ファブリッツィオ、で、シモーネ、イージー、イージーネ、イージーネ、シモーネは、マスコモンネーム、エンプロイーだ、エンプロイー、エンプロイー、Your next employee, I like your voice, yeah, okay?Evidence, yeah? Evidence. I get evidence. Evidence, evidence. あ、よかった。入ります。Yeah. ここは釜でちゃんと焼いてくれるとこです。フォーマルレイヤー。フォーノンレニア。フォーマルレイヤー。わかった、わかった。ポペイエ、スピナチ、パンチェッタ、アリオ・グラナパダノ、チシニエリ、I don't still understand your job. My job actually is sell luxury apartments. Ah, really? Rich man. Ah. Not rich. 彼はロンドンに住んでて、ブリティッシュマネーで、British money. He treat us. Exactly. Today, lot of money in Nakano. Nakano, Nakano today, splash. Video editor, editor, and director. Video editor. Chef. Italian chef. Yeah. Ready to taste pizza, Japanese pizza. So he promised me if I go to Roma, so sure, my guest. He give me free food. Free food, of course. Free food,
Free apartment. これマルゲリータです。これはなんかシラスと山椒とかモッツァレラとかなんかいろいろなんとかピッツァね、なんとかチーズね、なんとか、うん、Yes, this is the best one so far in Tokyo. Italian food. Really? Yep.Better than lots of Billo. Oh, really? Yes. 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 すごい。やったのに間に合った。食べた。うまっ。うまっ。ブラウン。うん。ブラウン。ブラウン。Bread is similar. Napoli pizza. Yeah. In Rome, we make it thinner and more crunchy. But that's the one I love. But this one is very very good as well, like Neapolitan pizza. Yeah, it's different. In America, there are many kinds of pizza. Yeah, the New York one is similar.To the one in Rome. Oh. Dinner. Yeah, bro, pizza to. Thank you, man. Hey guys, how's taste? Very good. Buonasera? 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 Very good. もうすごいやっぱり12時超えたら混んできたんで早く来て正解でした。おすすめです。おすすめ、めっちゃ店員さんも。イタリアンアプローブ。しばらくお別れです。ちょっと寂しいです。I miss you. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie.チャンネル登録お願いします。Please subscribe my YouTube. Subscribe. コメント高評価、チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカ。